はい、どうも、しゅうてぃみです。ゆうへいです。そして、トニケ町の加藤優です。三上美穂です。加藤優衣です。お願いします。サニーキャッチボールっていう、はい、女子野球塾取材ということで、はい、はい、ということで前回からサニーキャッチボールという元女子プロ野球選手加藤優さんが運営する女子野球塾に潜入、前回は準備の段階をお届けいたしました。加藤さんはじめ指導者陣の皆さんで準備をしております。選手のことを考えて前もって準備をしています。最終打ち合わせの様子にも入らせていただきました。いよいよ選手をお出迎えです。はじめまして。受付もコーチ陣が行っています。準備の様子は概要欄からチェックの方よろしくお願いいたします。今日体験の子も来てくれて、はい、そしてこの日は低学年の練習風景をお届けいたします。そして女子野球塾に翔平が参加します。それではご覧ください。はい、よしよし。じゃあこんにちは。こんにちは。はい、今日初めて来てくれるコーチもいるから改めて自己紹介です。はい、はい、加藤優です。優ちゃんって呼んでください。優ちゃんです。優ちゃんお願いします、はい、お願いします。加藤優です。優ちゃんでお願いします。お願いします。三上美穂です。今日もね、初めてなんだけどみんなと一緒に楽しく野球やりたいと思っているのでお願いします。美穂ちゃんって呼んでください。はい、お願いします。お願いします。早速ね、ウォーミングアップからやっていきたいと思います。最初お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。じゃあ、あの緑の芝のところまで行こうか。じゃあ最初みんなで手拍子します。こうやって、はい、ね、でこの手拍子に合わせて最初ジャンプ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 。 OK、 これはもうリズムに合わせることがめっちゃ大事。 OK、 リズムに合わせてジャンプジャンプ。こうやってこう、ちょっとリズムに合ってないのはガツン。で、最初、この一番近いコーンのところまでジャンプ。じゃあ、ぜひじゃあ、ニアちゃんからやってみようか。いくよ、あそこまで行きます。せーの、ジャンプ。上手。開いて閉じる、開いて閉じる。これも手拍子も、あ、はい、じゃあニアちゃんからいきます。せーの、開いて閉じる。おー、上手上手。よし、頑張れ、さきちゃん。いくぞ、せーの、開いて閉じる。そうそうそう。はい、完璧。オッケー。リズムからいいな。せーの、すごい完璧。じゃあちょっとだけ難しくします。次ね、開いて開いて閉じる。ちょっとややこしいよ。あ、そこ持ってきたよ。開いて、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 そう、はい、完璧。オッケー、オッケー、はい、ナイス。そうそうそう、前前前前、オッケー、オッケー、いいよ。オッケー、ここのおさらいします。ここ何ポジションというでしょうか。ゼロポジションみたいな。正解。正解。よし、じゃあゼロポジションをもう一回勉強しましょう。でこのまま肘の位置ね、肘の位置そのままでパカ
腕広げてください。 OK、 そうそうそう、パカッパカッ OK。 じゃあここら辺で投げれると肩とかあんまり負担なく投げれるよっていうポジションになります。ゼロポジション、こうやって肘高く投げてるよって言われたらこの辺りまで上げて投げてあげるようにしてみてください、ね、ゼロポジションスロー、まあ、いつもやってるんですけどね、ゼロポジションスローというのをやります。で、じゃあゆいコーチいきます、はい、投げる方の腕を投げる人に向けてこのままこうやって正面向かって横向いたままピュッと投げます。ダメなのがこうやって胸を向けてこうやって投げるのが全然ボール届かなくてもいいから横向いたままこのゼロポジションの位置でピュイ OK っていうのをまずやってみようか。はい、胸をなるべく見せないようにね。そう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 、 OK、 そういいよ、意識 OK、 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 いいぞ、いくぞ、ピュッ、はい、そう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 、どこ行ってもいいから、はい、そう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 、上手上手、できるようになってきて、あー、意識 OK、 ナイス、私が今からニアちゃんに投げるとしたらちょっと大きめに足を開く、そう、こっから前にまず体重乗せます、1で2で後ろを引いてしっかりグローブ巻いて乗せたら3で投げます。 OK、 前後ろ前、 OK、 1、2、3、OK、 これをやっていきましょう。そう、投げるときにねしっかり相手にグローブ向けたいですね。1、2、3、そう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 、上手上手上手、いいゴール、1、2、3、そう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 、1、2、3、そうそうそう、ナイスボール、ナイスボール、そう、 OK、 ナイスボール、いいボールだ、はい、ナイスキャッチ、ナイスボール。今からはゆうちゃんが右と左にボールを交互に投げるので、そう、こっちをこっち、こっちをこっち、最初みんなグローブを交換です、グローブ下に並べておいてください、はい、並べて、いいよ、 OK、 ここに来て、はい、キレキレ、ただ右と左に交互にボール投げるから、パッパッパッポイッ、そう、ポイッ、 OK、 ポイッポイッ、ちょっポイッポイッ、 OK、 OK、 いいよ、こんな感じで右と左、右と左、交互にタッチ。ちょっと、おい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 、オッケー、バッチリ、はい、ラスト、あ、いいね、ラスト一番いいよ、オッケー、バッチリ、じゃあグローブを一回はめてください、こういう風にぐる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 なって言ったことあるっていう、これグローブの使い方、ここの真ん中今ちょっと白くなってて、ここここを向けてあげた状態で上はこう、上はこうで、横とか下になっていったら、そう、手をひっくり返して、そうそうそう、こういう感じ。で、また、もうこれだけ苦しいなーって言ったら、そうそうそう、そうひっくり返して、そうそうそう、右も左も。そうそうそう、この使い方ね。OK!
お、いいね。お、いいよ。オーケー。よし。いいね。お、じゃあ、オーケー。よし。オーケー、オーケー、オーケー。いいね、上手。はい、はい。ラスト。はい、いいね。わあ、ちょっと待って。ボールが落ちてくるところでキャッチしてみてね。おー、ナイスショット。オッケー、オッケー。いいよ。はい、できていくよ。ボールが落ちてくるところで。おー、しないしないしない。いいぞ、いいぞ。オッケー、いくよ。落ちてくるところで、はい、そうそうそう。オッケー、ナイス。いくよ。お、お、そうそうそう、いいよいいよいいよ。オッケーオッケー。オッケー、いいわよ。いくよ。はい、ボールが落ちてくるとこ。そう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 。オッケーオッケー。いいね。よ。はい。あ、オッケー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 。オッケー。よ。おー、ナイスナイス。いいよ。あ、いいね。おー、いいね。おー、今の。オッケー。ワン、いいね。もう一回。もう一回。はい、いいね。ワン、いいね。だからよし、そうケンケンなんでね。ヨヘさん早いからね、みんな。いくよ。よーいドン。頑張れ。早い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 。いけいけいけ。頑張れみんな。いけ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 。三つ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 。ああ、三つされてるな。ああ、そう。お、セーブ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 。おお、すごいすごいすごい戦い。アミヤちゃん揃った。オッケー、ヨヘさんお疲れ様です。じゃあみんなが休憩してる間にコーチ陣で勝負します。応援してね。応援してて。コーチ陣はもう両足でいいっす。いきます。応援しててね、みんな。じゃあみほちゃん応援してて。よーい、ドン。よし、さあ、これこれこれ。やばい、ありがとうございます。
ちょっと感想、はい、そうですね、はい、いつも、こんな感じの流れ で最後は、ちょっと野球以外の遊びとかもいろいろ体験してもらって楽しんで帰ってもらうというような流れになってます。ありがとうございました。ナイスワイです。ありがとうございます。疲れた。みんなすごい上手くてびっくりしました。そう、片付け準備、最後のお帰りの準備です。最後のゲームが来てます。早い早い、息切れでちょっと喋れない。暗いね、ごめんね。山崎美希です。美希ちゃん、今日はどうでしたか？楽しかった？はい。どの練習が一番楽しかったですか？翔平さんと玉入れ、うん、お玉最後の最後玉取り競争が楽しかった、うん、どうだった？あの、勝った？勝った。うわー、今日5勝した。5勝した、すごいね。5勝したの、強かったね。ゆうちゃん1勝もできなかった。じゃあ、今後のなんか目標とかありますか？ピッチャーかセンターになること。おー、いいじゃん、素晴らしい。ピッチャーかセンターをやってみたい。今どこポジションやってるの？今外野手。じゃあセンター以外のとこ守ってるの？そうそうそう、センターもたまに。あ、たまにやる。お兄ちゃんね、キャッチャーもどこでもできるから。おー、うん、お兄ちゃん憧れ。うん、そんな感じ。あ、いいね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ応援してます。お兄ちゃん見た目いいけどね、うん、中身はね、意地悪。そう、見た目見てかっこいいんだ。かっこいいけど意地悪なの。いいな、会ってみたいな、今度の、うん、もう火曜日お兄ちゃん野球塾だから。あ、そっか、野球塾だからね。じゃあ今後も翔平 TV 見てください。なんか私が言ったの。今度出るからね。そうね、楽しみにしててね。はい、じゃあありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。ありがとうございます。ここポンポンしたらマイクみたいにポンポンなる。ポンポンなるよ。そう。出ない。あっちに聞こえてんの。これ、この中に入ってる。ポンポン言ってる。いい。ここがポンポン言ってる、ほら。波形がシュシュ。お、あー。ほんとだ。言ってるでしょ。ほら。すげー。バイバイ。ありがとう、ユギちゃん。ほい。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。